ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します。うさぎボタニカの福士先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。本当に暑いですね。毎日暑い日のさっぱりおかずです。今日は夏野菜の冷たいスープガスパチョを作ってもらいます。ではお願いします。はい、お願いします。はい、はい、もう切って混ぜるだけですごい簡単です。まずはトマトですね。トマト、はい、ヘタを取って、パプリカ、ピーマンも、ヘタを取って種を取ってざく切りにします、うん、もうこれざく切りトマトはざく切りになってます、はいはいはい。これパプリカですね。パプリカ、だいたい4分の1ぐらい、ピーマン1個分ぐらい、はい、あとは玉ねぎもざく切りです。まあ、新玉ねぎで美味しく食べれると思います。きゅうり、はい、きゅうりも、大体3分の1本 50g ぐらいですね。ざく切りです。もう全部ざく切りです。セロリ、あとバゲット、バゲットもこれざく切りにして、はい、バゲット、はい、これはつなぎの役割をしてくれます。バゲットがなければ普通の食パンとかでも構いません、はい。で今度は、水分ですね。液体が入ります。トマトジュース、トマトジュース、はい、200g、あとはビネガーが入ります。赤ワインあれば赤ワインビネガー、なければ米酢とか、アップルビネガーとか、はい、お酢だったら何でも構いません。少し酸味が入るんですね。はい、でお塩、小さじ2グラムにすると6グラムぐらいです、はい。でこれを軽く混ぜて、パンに、水分を吸わせるようにしたいので、はい、はい、でこの状態で、冷蔵庫に6時間以上、つけておいてください。まあ、結構つけますね。そうですね、うん、つけてる間に玉ねぎの辛みが抜けます。はい、はい、で、ちょっと時間の都合の関係があるので今日はそのまま作っていきます。はい、はい、これが、まあ、6時間つけたとして、つけたとして、はい、次の作業いきましょう。ミキサーに、入れて攪拌します。いろいろ入ってますもんね。すいません、ちょっと難しいですよね。ボールから狭かった。そうですね、レードルを使ってやりましょう皆さん。今のこれはちょっと悪い例です。はい、はい、はい、でこれを細かくなるまで攪拌します。もうすぐできちゃいます。絶対体にいいっていう、はいはい、いい色ですね。はい、はい、これぐらいで間にできました。はい、でこれをそうです、ね、一度こします。ちょっと粗めのザルですね、はいはいはい、細かくない方がいいです。細かすぎちゃうと果肉が取られすぎちゃうので、はい、細かすぎない方がいいです。ただここで滑らかにするんですね。そうですね、うん、はい、どうしても細かくなりきれない、赤パプリカの皮だったりトマトの種だったり、ね、があるのでそれが入らないようにします。まあ、もうちょっと攪拌してもよかったかな。はい、まあ、様子を見ながらね、はい、うん、こうやってレードルで押しながらこしてあげると、はい、無駄なくきれいにこせます。はい、はい、もうこれで出来上がりです。はい、で、お味見してちょっとパンチが欲しいなとか塩気が足りないなと思ったら、ええ、ビネガーとお塩でちょっと味を整えてくれればいいと思います。はい、では盛り付けます。器をですねあらかじめ冷蔵庫で冷やしておくと、はい、最後まで美味しく召し上がれます。透明なグラスに入れるとより涼しげに、うん、そうですね、はい、スープはね食欲なくてもスッと入りますからね。はい、でここにですね、浮き身を入れます。きゅうりとパプリカの、角切り、あとは、バゲットをですね少量のオリーブオイルで、はいはい、炒めて作ったクルトンです。あとはオリーブオイル最後にちょっと入れます。うん、はい、これで出来上がりです。はい、完成しました。それでは材料を振り返っていきます。はい、ご紹介します。4人分です。完熟のトマト 300g、 きゅうり3分の1本 50g、 赤パプリカ4分の1個 40g です。
また玉ねぎ 30g、 そしてピーマンも2分の1個 30g です。セロリ 10g、 バゲット 15g、 トマトジュース 200g、 赤ワインビネガー小さじ1と2分の1、塩小さじ2、エクストラバージンオリーブオイル適量、付け合わせはきゅうり、赤パプリカ、バゲット、オリーブオイル、それぞれ適量です。材料レシピはホームページまたはテレリンクに掲載しています。今日のクッキングの内容は放送終了後、情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ぜひどうぞ。はい、ではいただきます。いただきます。いい色してますね、うん、黄身と一緒に。程よいビネガーの、ね、酸味なんですけども、で、ね、でも野菜の甘さと、はい、トマトですよね、ベースはね、ベースはトマトですね、うん、はい、そこに最後に乗せた、ね、身のきゅうりのシャキシャキ感とか、はい、その食感も加わるので、ね、はい、これがアクセントになって、さっぱりしてて夏にぴったりですね、うん、はい、すごくなんかこう体の中からきれいになるような感じしますね。あの現地のスタンダードなレシピだと生のニンニクが入るんですけど、はいはい、今回はあえて入れてないです、はいはい、なるほど。その方が、皆さん食べやすいかなと思います。まあ、現地のというのはこれはどこの料理なんですかね。これはスペイン の、うん、あの割と南の方で、はい、食べられる料理なんですけど、うん、日本で夏になるとこう、うん、麦茶がいつも冷蔵庫に入っているような感覚で、はいはい、ガスパチョがいつも冷蔵庫に入っているらしいです。向こうは開けると、はい、ちょっともう切れてるじゃない。ガスパチョがガスパチョ飲みたかったなっていう、はい、おしゃれですね、ううこれを常備してる、はい、でも夏になるとこういうの体が求めているかもしれないですよ ね、 そうですね。日本だとなんかスープとして定着してますけど、うん、向こうだともう本当に日常飲む野菜ジュースみたいな感じです、はいはい、パッパッパとトマトを中心に用意してつけて、はい、そしてミキサーにかけるっていうことですよね、はいはい、分量を覚えておくといいかもしれませんね、うん、はい、どうぞ暑い夏皆さん作ってみてください。さあ、では明日もテーマは暑い日のさっぱりおかずです。明日も暑いんで、はい、明日は魚介のソテーアンチョビソースです。材料はお好みの魚介、アンチョビ、白ワインビネガーを用意してください。今日のご機嫌クッキングは福士先生に教えてもらいました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。